ちは。ご視聴ありがとうございます。今日はこのうさちゃんの顔を編んでみようと思います。はい、まず、まず指にくる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 3本巻きついた状態で、かぎ針を横から入れて一番左の毛と糸を取ってきて、指から輪っかを外します。こんな状態で1個じゃない針を、違う、糸をかけてきます。で、鎖1つ編みます。これが立ち上がりで、細編み1つで、全部で6目入れたいのであと5目編みます。今ので1、2は割れる、2、3、4、5、6、6目編めました。そしたら糸じゃない輪を引き締めます。ここに2本あって動く方を引っ張ります。こっちです。そんで、糸端を引っ張って引き締めます。そしたら一番最初の目に針を入れて引き抜きます。一番最初の目がわからなかったらこの根元から数えて 1,2,3,4,5,6 目目、 1,2,3,4,5,6 目目に針を入れて引き抜きます。これで1段目できました。2段目いきます。鎖1つで立ち上がってその根元の目に、2目入れます。2段目は1目に2目ずつ入れて、6目を12目にします。1目に2つずつです、で最初の1目目にマーカーしとけば分かりやすいかな。マーカーがでかい。で編んできます。1目に2目ずつ入れて12目編んできました。そしたら最初の目に針を入れて引き抜き編みします。で2段目終わりで3段目いきます。鎖1つで立ち上がって今度は根元に1目で次の目に2目です。1目入れて2目入れる、1目入れて2目入れる感じです。あ、最初の目にマーカーしときます。1目入れて次の目には2目、1目入れて次の目には2目、こんな感じで、ぐるっと編んで3段目で18目になります。そしたら最初の目に引き抜いて3段目終わります。次4段目入ります。鎖今1目でもう立ち上がっちゃった。立ち上がって今度は1目1目、次の目で2目、1目1目、2目っていう感じです。やってみます。1目入れる、1目入れる、次の目には2目入れる。
あ、最初の目にマーカー。次も一目入れる、一目を入らない、一目一目、次二目、一目一目二目、こんな感じで一周して24目にします。ここ最初の目に最後は引き抜いて4段目閉じます。鎖一目で立ち上がって、まず3目細編みします。1、2、3、次で増やし目します。4、5、最初の目にマーカー忘れました、よいしょ、もう一回します。3目編んで、細編み3目編んで、次の目で増やし目、もう一回細編み3目編んで、2、3編んで、次増やし目、3目編んで増やし目、3目編んで増やし目の繰り返しで、ぐるっと編んで最初の目に引き抜いて5段目閉じます。じゃあ6段目、鎖1目で立ち上がって、まず4目編んで増やし目、4目編んで増やし目します。まず1、2、3、4目編んだので、次の目で増やし目します。そしたらもう一回同じことします。1、2、3、4目編んだので増やし目、そしたら次の目から中長と長編みと入れていきます。かけて次の目に、次の目にかけて、次の目針を入れて取ってきて、ここかかっている3目一気に引き抜きます。中長編みで長編みを8目します。1目に1つずつ入れます。長編みはかけて、次の目に入れて取ってきて、左の目を2つ外す、で残りの2つを外す今ので1個目、これを8回します。1、2、3、4、5、6、7、8。そしたら次、中長編みします。かけて、次の目針を入れて取ってきて、3目一気に引き抜きます。そしたら次の目細編み2目入れます。増やし目します。1、2、2目入れました。そしたら細編みを、4個編み、4目編みます。1目に1つずつ4目です。1、2、3、4。すいません。そしたら次の目に、2目細編み入れます。1、2。で、残り4目細編みします。1、2、3、4。
1、2、3、4で、6段目終わり。最初の目に、かぎ針入れて引き抜いて閉じる。6段目閉じました。7段目いきます。鎖1目で立ち上がって細編みをまず5目します。1、2、3、4、5。あ、ここマーカー必要だったらマーカーを1、2、3、4、5目編んだら次の目で増やし目2目入れます。でまた5目細編みします。次の目から1つずつ1、2、3、4、5。そしたら次の目でまた増やし目、1目に2つ入れます。そしたら次の目に中長編みかけて次の目針を入れて取ってきて3目一気に引き抜く中長編み。そしたら次長編みを8目入れます。1、2、3、4、5、6、7、8目編めたら次の目に中長編み1個します。で次の目は細編みの増やし目、1目に2つ入れます。1、2で細編みを5回します。1目に1つずつ1、2、3、4、5。そしたら次、増やし目します。1、2で細編み最後5目して最初の目に閉じます。閉じます、引き抜いて、7段目終わります。1、2、3、4、5で最初の目に引き抜いてで終わります。7段目こんな感じ。ちょっと細長い顔でここほっぺたのつもり、で8段目いきます。また鎖一つで立ち上がって今度細編み6目します。あ、ここマーカー必要だったらつけてください。1、2、3、4、5、6目編んだらマーカーじゃない増やし目1目に2つ入れます。もう一回6目見えてなかった。1、2、3、4、5、6。6目編んで次の目で増やし目1目に2つ入れます。そしたら次が細編み2つ編みます。で次増やし目1、2、2つ入れました。で細編み次4目編みます。1目に1つずつ1、2、3、4。
そしたら次、増やし目します。一目に2つ入れます。1、2は2入れました。そしたら、細編みを2つ編みます。1、2で次の目で増やし目します。2つ入れます。同じ目に1、2、そして細編み6目します。1、2、3、4、5、6で次の目増やし目します。2つ入れるんです。2つ入れました。そしたら細編み6目します。1、2、3、4、5、6で最初の目に引き抜きます。これで終わりか。このまま土台にくっつけました。私目を編みます。目は黒の、レース糸で編みます。顔を編んだ時と一緒なんですけど、ぐるぐるぐる巻いて指に3本かかっております。入れて取ってきて指から外します。で引っ掛けていきます。で鎖1つ編んで、顔の時は6目入れたんですけど目は8目入れます。1、2、3、4、おう落ちてっちゃった。5、6、7、8、8目入れたら輪を引き締めます。でこれを外長めに切ります。おっと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 切ります。切りまして、これをチェーンつなぎします。チェーンつなぎは最初の目に手前から入れます。で出てる糸のこの目に、内側から向こう入れます。で最後じゃないで、チェーンが1個できました。ここにこれできました。でつながりました。丸。チェーンつなぎをして白のレース糸で白目刺繍しました。そしたら2本糸端出てると思うんですけど、これ切らずにそのまま置いときます。で同じものを2個作ります。でこれ、お目目です。鼻は顔と同じように編んで3段で終わりました。で刺繍しました。で、鼻ぐるっとまつる分だけ残して切ります。耳は6目、また6目スタートです。ぐるんぐるんぐるんで入れてかけてきて指から外す。で間違えた、号数間違えた。
取ってきて、で次立ち上がりの鎖を1目で細編み、6目入れます。6で、輪を引き締めます。で最初の目に引き抜きます。もうここは顔と一緒です。口が回らない。で引き抜いて2段目立ち上がります。で2段目は1目に2つずつなので6目が12目になります。12そしたら1目に2目ずつ入れて12目になったら最初の目に針を入れて引き抜きます。硬い。引き抜きます。で2段目終わり。3段目から、7段目までもう12目のままいきます。と7段目まで編めました。12目で7段目まで来ました。そしたら、鎖1目で立ち上がって次は2目一度を6回します。根元の目に針を入れて取ってくる。で編まずに次の目にも針を入れて取ってくる。かぎ針に、3目かかった状態で引き抜いてくる。次も2目一度します。次の目に針を入れて取ってくる。で次の目にも針を入れて取ってきて編む。次もう一回同じこと。次の目に針を入れて取ってくる。次の目に針を入れて取ってくる。3目かかった状態で編む。こんな感じで一周します。最初の目に最初の目がわからなかったら、この目から6目目123456これに引き抜き編みします。これですね。引き抜き編み。それで次何段目だっけ。9段目は6目で編みます。あ、今鎖1目で立ち上がって1 6 6編めたら最初の目に引き抜き編みします。で、お顔に取り付ける分残して切ります。これを2つ編みます。と花まつっていきます。花は、真ん中よりちょっと下よりぐらいにつけます。これは、どこでもいいっていうか真ん中でもいいし、私はちょっと下寄りにつけてます、いつも。で外側の鎖1本だけすくってまつっていきます。と鼻がついたら次目をつけます。つける位置をまず決めて、上の方、真ん中大変、下大変。私はだいたいこの鼻の刺繍と白目が横になるく
フライにいつもつけるかな。うん、だいたい決まったら、この最初編み始める時に出るこの糸端の方、こっちを針に通します。通して、とりあえず目の下に一度針を出します。針を出して、で、まつげの長さ、まつげは短め、横から出すとか上から出すとか、いろいろ好きなところから出してもらって、私はここから出して、で、また目の下に隠れるところあたりに入れます。で、後で結びます。これで、まつげが決まったら、こっちの糸で、最後に切った糸で周りをまつりつけます。うん、まつげがつくと一気に可愛くなる。こんな感じ。こっちも一緒です。目つけました。まつげ2本にしてみました。そしたらこれを何か土台に、まつりつけてから耳をつけます。こんな感じ。垂れ耳うさちゃんっていうご希望だったので、こうかな。なんか違うかな。違うな。こうかな。ちょっと後で画像検索してきます。垂れ耳うさぎちゃん、垂れ耳にしてみました。なんか子供たちにも変って言われたんですけど、コメントいただいた方のご希望には添えてないかもしれない。ごめんなさい。好きなところに耳つけてください。はい。そしたら、お花を、お花と蝶ネクタイ、これ、このネクタイとお花編みます。取ってきて、鎖を2個まず編みます。この後です。鎖を2個編みます。そしたら、中長編みを3個編みます。1 2 3。で、鎖を2個編みます。で、ここに入れて引き抜き編みします。そのまま。で、鎖をまた2個編みます。で、中長編みを3個編みます。2 3。で、鎖を2個編んで、最初に引き抜き編みをします。で、輪を引き締めます。そしたら、これを長めに切って、で、この切ったやつ、今切ったやつで真ん中ぐるぐるぐると、見えてたかな。
ぐるぐるぐると巻いてリボン、リボンできた。こんな感じ。あ、リボンじゃない、蝶ネクタイ。これを後ろで巻いたら縛ります。2回ほど結んで首のとこにつけます。これこれ、お花いきます。またくるくるくると3巻きしてある状態で取ってきて、外します。指から外して、すごい、と糸引っ掛けてくる。で3目編みます。1、2、3。そしたら穴に入れて糸取ってきて、そのまま引き抜きます。繰り返し鎖を3目編んで穴に入れて取ってきて、そのまま引き抜く。鎖3目編んで穴に入れて引き抜く。あと2回5枚花びらにしたい。こんな感じで糸は長めに出して切る。で輪を引き締めます。お花。そしたら糸始末を お花こんな感じになりました。こっちにもつけた。こっちがいつも私が作るうさちゃん。でも綿を入れすぎて、土台にまつる時もちょっと丸くつけすぎて丸顔になっちゃった。こんな感じ、うさちゃんポーチになった。うさちゃん、これもうさちゃん、これもうさちゃん、この子が本家です。お気に入り。では、ご視聴ありがとうございました。